飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横刀か。言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。俺にかけたんだろ。荒れてるな。テルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや、出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうか。あわりくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。剣聖ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だが、かつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。仲間たちには何と言ってきたんだ？詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。
はできてんな。もう戻れねえぞ。試練を受けに来た者へ正しく力を受け継がせるために。彼らは古く物資の兵士死して忠義を尽くし続けていた。そうか、胸を借りるには申し分ねえ。やってやもらって、黙れ。よし、終わりだ。でってやてやい諸君、続いてくれ。おもしろおりゃ、ギルガメッシュか。試練に何を望む。力を得る、それが望みだ。そうか、
だよ。精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きる者よ。俺は世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め。死に物狂いで前へ。覚悟はできてんだろう。挑戦は許されたようだな。牽制か。そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。どっ、やった休めるときに休んでおけ。休んでくか。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。厳しい先輩方の試練か。弱い奴を盾とは認めねえってことか。弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことはどこかは盾として合格したんだろうな。今となっては分からん。よし行こう。周囲には気を配っておけ。分かってる。
見事な腕だ。闇と戦うにふさわしい。だが試練を乗り越えられるか。敵やがる。共犯通りだ。裏に揺らす。了解。任せろ。なんだ。試練の間だ。自分一人で越えてみせろ。
取るがよい。盾ならば何があろうと膝をつくな。力をくれたのか、ありがとな。試練は突破できたようだな。牽制に臨む前にそうして力を備えるんだ。まだ先にも試練はある。気を抜くなよ。さて、一休みすっか。あんたが試練を受けたのは30年前になるのか。ああ、お前よりも若かった。そして未熟だった。生きていたのがただ不思議だ。将軍もここを通ったのか。いや、通ったのはただの生意気な若造だ。
試練の間か。ああ、突破すれば新たな技を得得できる。培った力を示してみろ。挑戦から随分と待った。さあ、お前はどこまで伝えよう。盾ならばいかなる時
謝する。今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず。そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルッスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ、民は戦いを忘れ、もはや真の王の盾など生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。将軍、続いてくれ。どうだ、行け。
最後までいくら傷を受けようと立っていられるか。ここで休んどくか。休んでくか。二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。
牽制ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや動きだけではなく策や感情までも。心しておけ、下手なごまかしは効かん。面白そうだ。